はい、どうもこんにちは、オレンジ先生です。よろしくお願いします。はい、まあ今回のテーマなんですけれども、算数ができない生徒あるある、ボンミスを軽視しがちということなんですけれども、まあこれね、算数だけじゃなくて小学校の全教科でも言えることだし、あとはまあ中学高校でも他のね勉強でも多分当てはまることなんだけれども、できない生徒っていうのはね、ボンミスをね軽視しすぎてる、甘く見すぎてんだよね。僕もね、サピックス講師時代に下のクラスでよくよく聞く、まあセリフというかね、生徒がこう言うんです。プラス1あと足す1してたら合ってたとかね、割るにしてたら合ってたんですけどねとか、答えるところ間違ってたけどまあみたいなね、うん、そういうことをよく聞くんですよ。でこのセリフには必ずこれがくっつきます。考え方は合ってたんだけどっていうのが、まあ頭でもね最後でも絶対つきます。考え方合ってたんですけどみたいな、最後足す1したの忘れたんですよねみたいな。でなんかもうひどい生徒だったら、まあ、だから考え方合ってたんで点数くださいよみたいな、まあそんなこと言ってくる生徒もいるんですけど、もうこれ本当にねあるあるです。まあ真ん中以下かな、真ん中以下のクラスの生徒ではもう本当によく出てくるセリフですね。でこれは違うんですよね、プラス1してたら合ってたとか割るにしてたら合ってたっていうことではなくて、違うんですよ。プラス1してないから間違ってるんですよ。割るにしてないから間違ってるんですよ。答えるところが間違ってるから0点失点してるわけ。もらえるはずの5点10点をあなたはもらえてないんですよってことを認識してほしいんですよね。だからボンミスっていうのは、まあ、確かに惜しいよ、見た目はね。もちろん考える過程とか、まあ、それを文章化したり式とかにしたら最後の1行を間違ってるだけだから、最後の1工程を間違えてるだけだから、全体で見たら確かに惜しいんだよ、うん、10のうち、まあ、10ステップあるとしたら10ステップ目を間違えてるから9ステップ目までは確かに合ってるかもしれないよ。だから旗から見たら惜しいんだけど、結局それって1ステップ目で間違えてたとしても10ステップ目で間違えてたとしても、それはテストでは入試では同じ0点なんですよ。だから扱いとしては一緒なの。だからいくら惜しいミスであっても、それは全くその問題分かってない人と同じ点数になっちゃうんだよね。まあこれはあくまでテストでは入試ではっていう話だよ。うん。だけど皆さんがこれから戦っていかなきゃいけないのは入試とか、まあそういうテストっていう現場だよね。そういうところでやっぱ同じ扱いになっちゃうんですよね。惜しくてもね、いくら惜しくても。だから、いや惜しかったからまあいいよねっていう考えじゃなくて、いやその最後のステップまで間違えたら結局ダメだよねっていう考え方を、まあ、しないといけないんですよね。でこれはちょっと根深い問題になっちゃうんだけど、場合によってはこれボンミスじゃない可能性も算数とかだったら出てくるんですよ。例えば植木算とかね、ここ書いてますけど、植木算とか規則性とかって書いてますけど、植木算って最後ね、まあ木の本数と間の数っていうのがまあメインテーマだから、で木の本数が7本だったら間の数は6なんですよ、基本はね。だから木の本数が7って分かった最後マイナス1引く1をしなきゃいけないと。でこれって植木算の、まあ言ったら主核なわけですよ、核なわけですよ、メインテーマなんですよ。だからそのマイナス1し忘れてた、だから惜しいよねじゃなくて、植木算だったらそのマイナス1をするかしないかっていうのが理解度試されてる部分だから、この植木算とかでマイナス1してないっていうのはこれボンミスじゃないんですよね。これ致命的なミスなんですよ。植木算分かってないよねっていうミスなんですよね。とかまあ規則性もそうなんですけど、規則性とか例えばじゃあ53番目を求めなさいって言われて、あ間違えた、52番目を求めてしまっていた、あ惜しいな、まあでも考え方分かってたからいいやじゃなくて、規則性っていうのは53番目を求めてくださいって言われたら53番目をビタッとこう答えることがメインテーマなんですよね。まあもちろん規則をね見つけてそれを使っていくっていうのもメインテーマなんだけど、その上でちゃんと数えられますかっていうところが重要なんですよね。だからそれをミスってたっていうのはそれボンミスではないんですよ、致命的なミスなんですよね。だからそのテーマによってね、テーマによってそのボンミスの質っていうのは変わってくるんだけど、まあ他にもあると思うよ。だけど例えば植木算とか規則性とかでボンミスプラス1し忘れたとか、この答えの数値と1違ってたっていうのはそれボンミスじゃない可能性大いにあるから、ちょっとそれ気をつけてくださいっていう話も添えつつ、でまあ今回はボンミスがメインテーマなんで、ちょっとね入試においてテストにおいてのボンミスがどれぐらい重要なのか、どれぐらい命取りなのかっていう話をねちょっとしていきます。で問題作成者のちょっとね意図を考えてほしいというか、まあ僕もね過去塾時代問題も作ってましたし、今もねオレンジ算数クラスとか数学クラスで問題作ってますけれども、じゃあどういうことを考えて問題を作るかっていうとね、まあもちろん内容も考えます。例えばこの問題では割合がちゃんと分かっているかとかね、平面図形の比の扱いがちゃんと分かっているか、速さだったら速さの比と時間の比が逆比なのかをちゃんと分かっているかとかね、そういうまあ
算数的重要な要素を盛り込んでいくのは当然なんだけれども、スタート地点はそこなんだけど、じゃあ問題作成の一番最後どう作るかっていうと、爪の甘さ、ちゃんと最後確認できてますかっていうところを試したりするんですよ。でここにも書きましたけれども、プラス1を忘れないかどうかを試してるんですよ、とかあえて変なところを聞いたりするんですよ。例えば旅人山だったら、まあ、主人公 A 君っていう人がいたとするじゃん。で A 君の物語なんですよ、その旅人山の問題はね。 A 君がどうこうどうこうして途中で忘れ物をして、学校に行くみたいな話よくありますけれども、だけどそこを聞くんじゃないんですよ。まあもちろんそこを聞く問題もあるよ、単純な問題だったら。だけれどもこういう問題もある。 A 君が忘れ物をした、 B 君が届けに行きますみたいな問題あるじゃん。でその時に A 君が主人公なんだけど B 君の速さを聞いたりするんですよ。でよくあるのは A 君の速さを先に出してそれをもう答えちゃって次の問題に行っちゃう、まあその慌てん坊だよね。そういう生徒の得点を削るためにちゃんと A 君の速さが出た後に B 君の速さまで求められるか、最後問題確認して、あ B 君の速さ求めなきゃいけないんだった、ちゃんと B 君の速さを求めようでできるかどうかっていうところも入試作成者、まあ、問題作成者っていうのは考えるんですよ。そこでもできる生徒できない生徒っていうのを振り分けたいんですよね。やっぱ入試ってさ、自分の中学、まあ、自分の学校に生徒を入れるわけですから、できるだけ質の高い生徒を入れたいわけですよ。まあ、例えば中学校だったらさ、高校進学とか大学進学の実績が、まあ、ビジネスにつながっていくわけですから、やっぱりできる生徒を入れたいっていうわけだから、もう当然算数がいかにできるかっていうところも試したいけど、最後に爪の甘さが出るか出ないかっていうところも試したいわけですよね。だからそういう意味ではボンミスをするかしないかっていうのも結構重要なんですよ、入試では。でこういう考え方もあります。同じ理解度のライバル、もしくは同じ理解度の、まあ、受験生だよねっていうのは、いかにボンミスをしないかっていうところで勝負が決まるわけですよ。まあそれはそうだよね。だってまあボンミスがないっていう仮定だとしたら、まあ、同じ理解度だったら同じ点数のはずだよね。だけどボンミスするかしないかっていうところを考えると、当然ボンミスをしない生徒の方が実力分点数が出るけど、ボンミスする生徒は実力が60点だとしてもボンミスで例えば20点落としたり40点、40点と60点だと全然違うよね。そんな感じで同じレベルのね、同じ偏差値の生徒同士でもいかにボンミスをしないか、最後まで確認するかどうかねっていうところで結構ね点数開いちゃうんですよね。でここにカッコトッププレイヤーの話って書いたけれども、まあこれはね、もしかしたら入試とは少し話がずれちゃうかもしれないけど、例えばオリンピック選手とかさ、例えばじゃあフィギュアスケートとかで考えてみると、フィギュアスケートのあの選手たちっていうのは当然、まあオリンピックとか出てる人だったらさ、みんなすっごいわけじゃん。実力はもうすごい、人間のさギリギリまで練習してる人たちじゃん。でも勝負をつけなきゃいけない。でそういう時に、まあもちろんね、技術点とか美しさみたいなところもね評価対象になると思うけど、ミスするかどうかっていうところも大きい得点源だよね。まあ減点法なのか加点法なのか僕詳しくは分かんないけど、ミスをしたら当然点数は減るし、ミスをせずに最後までパーフェクトにやりきると当然得点が高いわけじゃん。まあ他のね競技だってそうだけれども、まあ僕のね好きな話になっちゃうけど、僕 F1 が好きなんですよ。あのフォーミュラ1って言ってね、フォーミュラカーっていう車が走る、まあ、レースなんですけれども、その F1 でもそう、みんな同じぐらいすごいんだよ、技術はね。だけれどもいかにミスをしないかっていうところがやっぱり1位になるかどうかっていう決め手になってくるんだよね。だから入試もさ、やっぱりみんなめちゃくちゃ勉強してくるわけじゃん。小4からさ塾通って、まあ、5年生6年生なんかはもうすごいじゃん。6年生の夏以降1日も何時間も勉強して、みんながみんな結構勉強してくるわけよ。だからある程度の理解度は高いわけよね、それぞれの科目。まあ算数で言ったらもう大体の問題はわかると。じゃあそこで何が合否を分けるかってなってくると、もちろん理解度高い低いもあるけど、ミスをするかしないかっていうところなんだよね。まあだからさっきのねトッププレイヤーの話にもつながるけど、高偏差値の学校、難関校を目指せば目指すほどボンミスをするかしないかっていうところが重要になってくるかもね。であともうこれはあの入試あるあるというかね、まあ大きいテストあるあるなんですけれども、カッコ1でボンミスしたらその大問は壊滅。まあこれ算数独特の話かもしれないけど、まあ小4小5のうちはね、割とこう小問集合って言って、あんまりこうカッコ1カッコ2カッコ3カッコ4っていう大問制度ではなくて、問題が出て、こう一個一個別々の話だったりするんだけど、まあ小6とかね、まあ入試が近くなってくると、算数の問題って大問が1個あります、でカッコ1カッコ2カッコ3ってある。
っていう問題形式によくなってくるんですよね。まあ模試とか受けてたら多分わかると思うんだけど、でそれでさ結構話つながってんだよね。カッコ1の結果がカッコ2に利用されて、カッコ2の結果がカッコ3に利用されてっていう。だからカッコ1間違えちゃったらそれを前提に解くわけだから、カッコ2カッコ3もいかに考え方が合ってたとしてもこれ罰になっちゃう可能性高いんですよね。で一番やっちゃいけないのはカッコ1のボンミスだよね。だってカッコ1のボンミスしちゃったらさ、カッコ2カッコ3も間違え、まあ当然カッコ1も間違えちゃうし、カッコ2カッコ3も間違えちゃう。でそれで得点が失われるだけではなくって、カッコ1カッコ2カッコ3で使った時間も無駄になっちゃうわけ。だからめちゃくちゃデメリット多いんだよね。失点もそうだし時間も失っちゃうわけ。だからものすごい危険性高いのね。だからまあここタイトルにも書いてるけど、ボンミスが命取りになっちゃうんだよ。で、じゃあできる生徒はっていうと、ボンミスをこれほとんどしないんですよ。これ不思議なことにね、上のクラスに行けば行くほどボンミスをほとんどしない生徒が多くなってくるんですよね。はい、ということでボンミスがいかに入試で合否を分けるのかね、命取りなのかっていう話をしました。こっからはボンミスの理由っていうのを考えていきましょう。まあ何事にも理由はあります。だから当然ボンミスにも理由があるわけですよ。まあ何個かねちょっと考えていきましょう。まずこれよくあります、文章を読み間違え。もうね慣れてくるとね、やっぱ同じような問題になってくると文章読まなくなってくるんだよね。だけどこの文章読み間違え結構致命的というか、まああるあるです。超ありますこれ。まあ算数で有名なのは例えば円周率とかね。円周率は基本的に 3.14 だけれども、問題によっては円周率を 3.1 と考えますとか、円周率は3と考えます、7分の22と考えますみたいな、問題によっては円周率が異なってきたりする。そういうところを読み飛ばして、せっかく合ってたのにそこで失点してしまう、全然何にも分かんない生徒と同じ0点になっちゃうわけですよ。とかまあ単位ミスとかね、速さの問題で 12km 毎時って書いてあんのに勝手に 12m 毎秒だと思い込んじゃうとかね、うん、そういうミスよくあります。あとはもうこれもめちゃくちゃある、答えるところを確認してない、リンゴ聞かれてんのにブドウ答えちゃってるみたいなね、人数聞かれてんのに個数答えちゃってるみたいな、その答えるところを間違えてる、うん、せっかく合ってんのに答えるところ確認してないから間違えるっていうことあるよね。5年前の父親の年齢聞かれてんのに5年後の母親の年齢答えてたりね、これも本当によくある。あとは比ね、 P 対 Q 聞かれてんのに Q 対 P っていう風に答えてたりとかね、もうこれめちゃくちゃある。もうさっきも言ったけど、でそれね、例えば 比が逆転、例えば25対12って答えなきゃいけないところを12対25って答えてたとしましょう。でそれでもうよくあるできない生徒の考え方、あー比逆にしてた、まあでも合ってたから今度は大丈夫だろうって考えちゃうんだけど、それ入試でやったら終わりだからねっていうことをしっかりと知っといてほしいんだよね。頭の中に意識しといてほしい。はい、でまあ計算ミスもよくありますよね。で計算ミスにも何個か種類があります。例えばこれ、暗算しようと思って失敗した、これねよくあるんですよ。計算ある程度慣れてくるとちょっとね意気がって、あこれ暗算でいけるかもって思っちゃうんだよね。例えばさ 15× なんとかとか 12× なんとか、12、13、14、15あたりの暗算できるようになってくると結構暗算でやっちゃうんだよね。でまあ別に悪いことじゃないんだよ、暗算でするっていうのはね、時短にもなるし。だけど入試ではやめた方がいいかな。ある程度暗算でできるかもしんないけれども、その暗算でミスしちゃうぐらいだったら筆算使ったらいいじゃんね。それで得点全然変わってきますからね。あとこれもね、特に下のクラスではよくあります、字が汚くて読み間違えたっていうね。これ結構あるんですけど、字が汚くて自分の字を読み間違えちゃうっていうパターンあるんですよね。まあだから雑に書いちゃうんだよね、バーって。こういうボンミスもあるからこれ気をつけましょう。はい、あとこれも超あるあるです、小さい図に書き込みすぎて勘違いした。これ平面図形とか立体図形とかであるんですけど、もともと問題に与えられてる図があったとします。で結構そうやって小さいんだよね。まあもちろん大きくねバーンと書いてくれてる学校もありますけど、この問題文が例えばさ4行だとしたら、その4行の右に添えられてる図、4行分の大きさしかないわけですよ。この4行分の大きさの図にめちゃくちゃ書き込むんですよ。例えばそれがさ、カッコ1カッコ2カッコ3とかあったら、カッコ1カッコ2カッコ3全部その図で書き込もうとするわけね。じゃあどうなるかっていうと、めちゃくちゃな図になってくるんですよ。どんどん汚くなっていく。しかもさ、赤ペンとか青ペンとかって入試で使えないの知ってますか？入試では基本的にシャーペンとか鉛筆、黒しか使えないわけですよ。だからもうどんどん黒の上に黒を重ねてってやっていくと、どんどん情報がいっぱいになっていて、この小さい図にもうめちゃくちゃ情報がいっぱい入って、
どれがどれの情報か分かんなくなってくるのね。でその結果なんか丸で書いてんのか、ここ四角で書いてんのか、三角で書いてんのか、普通の数字なのか分かんなくなって、結局勘違いして答えを間違っちゃう。こういうボンミスもよくあります。はい、まあこれ代表的なねボンミスの例ですけれども、他にもね、あるかもしれません。重要なのはなぜ自分はボンミスをしたのかっていうことを考えることが重要なんですね。理由を考える、これできない生徒ね考えないんですよ。ボンミスしたら、あ、ボンミスしました、はい次行こうって考えちゃうんだけど、そうじゃなくてボンミスしたら、え、なんでボンミスしたんだろうって考えること、一旦立ち止まって考えること、これ重要です。ということでボンミスの理由を考えるっていうことは重要だという話をしました。ここからはボンミスの対策です。どうすればボンミスをしないようになるかを考えて、そして実行すること、これも非常に重要なわけです。まあ当然ね、ボンミスをしないようにしていかなきゃいけないわけですから、対策が必要。まあ本当はね、自分でどうやったらボンミスをしないようになるかっていうのをオリジナルでね、自分なりに考えることが重要なんだけれども、ちょっと、例を示しておきましょう。まず一つ目。これね、できる生徒よくやってます。普段からボンミスしないようにという意識。ね。ボンミスしちゃいけないって、もう意識すると意識しないとでは全然変わってきますからね。文章を読むときとかも、まあ例えばね、アンダーライン引くとかさ、まあ丸ってするとかさ、まあいろんな工夫あると思うけど、ボンミスしちゃいけないよって自分に言い聞かせる。これ結構重要。で、あとは、合ってるよなっていう確認。例えばさ、速さの問題であったとして、旅人さんの問題があったとして、線分図みたいな状況図書きます。で、速さパッパってこう、太郎、次郎。で、12メートル毎分、20メートル毎分って書くときに、一旦文章に戻って、本当に太郎は12メートル毎分なのか、本当に次郎は20メートル毎分なのか、合ってるよなって一旦気を配ってあげる。うん、このちょっとした確認がすごい重要です。要はこの確認をしないミスがケアレスミスだからね。ケアをしないミスってことだから。だからみんなケアレスミスっていうのはケアをしてないわけだからね。だからこの確認重要です。あとは最後、自分が立てた式、自分が作った図、それ解決しました。答え出てきました。例えば年齢算だったら20歳っていう答え出てきました。じゃあ一旦問題に帰って、じゃあ何聞かれてんだっけ ?5 年前の父親か。っていうこの確認、この確認が重要なんですよ。で答える時も、あ、本当に5年前の父親だよな、合ってるよな、大丈夫とか、あと割合の問題だったら、全体に対する三角形の面積の割合なのか、三角形に対する全体の面積の割合なのか、これ順番入れ替えることで全然答え変わってくるからね。2倍なのか 0.5 倍なのかっていう違いがありますから。でそこの確認、最後確認する、これ非常に重要です。まあ対策だよね。まああとはまあ計算ミスだったら計算練習を怠らない。まあ人それぞれね、時間は限られてると思うけど、算数の話になるけど、例えば1日に3問とかさ、まあ僕のチャンネルだったら毎朝計算をしっかりやっていくとか、計算ドリルをやっていくとか、まあ日頃からミスを減らしていく。まあミスっていうのはやればやるほど減っていきますからね。でまあさっきちらっとね、図の話をしましたけれども、字とかそして図とか表っていうのは見やすく書くってことだよね。さっきの小さい図に書き込みすぎて分かんなくなる、だったら自分でちょっと大きめな図を書こうよっていう話ね。で例えばさ、カッコ1カッコ2カッコ3があるんだったら、カッコ1の図、カッコ2の図、カッコ3の図っていう風に分けたら、情報がさ一気に集中しないよね。分散させてあげる、そういう工夫とか、自分がいかにボンミスをしないかっていう考え、そして行動意識、それが非常に重要だという話です。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。いや本当にね、まあ真ん中クラス以下かな、真ん中クラス以下では本当にね、ボンミスを本当に甘く見てる生徒いっぱいいます。入試ではそれが命取りになる、そのボンミスが不合格の原因になる。まあ大きい目で捉えたら、それが大学受験、人生、わかんないよ、その人にもよるけど、人生を左右するかもしれないんだよ、そのボンミスがね。だからできるだけボンミスをしないような行動意識っていうのを、まあ、この動画を通してね、ちょっときっかけにでもなってくれたらなと思います。はい、この動画よろしければ、ぜひグッドボタン押しておいてください。そしてチャンネル登録まだの方、ポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録、よろしくねー。